こんにちは名古屋の伊藤です、えー。今日のこの動画では、えー、慢性疲労症候群とは何かということを、えー、説明したいと思います。別の動画ではまあ、軽く慢性疲労症候群ってこんなものですよみたいなことを取ったんですが、今日はもっとこう具体的にこういろんな何パーセントの人がこういう症状を持ってますとか具体的な、ね、数字とかを出してこう紹介していこうと思います。 なので今日は文章多いですいつもはね絵とかをこう入れてね行くんですが今日は文章とか数字多めですのでまあそしてちょっと長くなるかもしれないので、まあ、ゆっくりねコーヒーとか飲みながら、えー、見てもらったらと思います。えー、まあまあま慢性疲労症候群っていうのは簡単に言うと常に疲れてる常にしんどいっていう感じの 病気,うんまあ、病気ですねあの僕はもちろんあのマンスヒロシ王国にはなったことないんですがいろいろ調べてみると、まあ、僕のイメージでは、まあ、皆さんめちゃめちゃ運動するとするじゃないですか例えばフルマラソン走ったとか2 0キロ走ったとか一日中こう運動のね試合があったとかめちゃめちゃ疲れるじゃないですかもうなんか動きたくないみたいなあれが常に続くっていう本当動きたくない。 運動動もしててななないいいのにききたくないっっううような症状がずっと続きますこれもちろん軽度の症状の人もいれば、まあ、重症の人もいます軽度の人だとまあなんかだるいなでも、まあ、動けないことはないけど、まあしんどいなっていう人もいれば重症の人になるともう常に横向きになってないともう耐えれないこう立ったりするのもしんどいもう歩けないもう立つのもしんどい 何分かするとも立ってられないぐらいしんどいっていう人がまあ重症の方ですね。それぐらいこう幅があります、もちろん。軽度の人もいれば、重症の人もいるっていう感じですね。ただこれ問題なのが、慢性疲労症候群って聞いたら、へや、何その軽そうな病気みたいな。いや、ただしんどいだけでしょ。みたいな感じなんで、あまり認知されてない。その重症度はあまり認知されてないし、そもそも診断が、 うままくされれないいいこ理理由由がああるんですすよ理由いっぱいありますその後々言っていきますがまあいろんな理由があって84%から91%の CF あ今日の,あのスライドではねこう慢性疲労症候群って長いんで CF って言っていきます、まあ、かなりの確率で CF 患者を適切に CF 慢性疲労症候群ですよって診断されていませんこれアメリカのね研究結果ですね、C、あなたは CF ですよ 具体的な病名がこう下されないと。そしてこれ70%以上の患者さん、まあ、予備軍というかまあそういう疑いがありますよっていう人が CF って診断されるまで4回以上病院を回ると。4回以上。そしてそのね、具体的に CF って診断するためには20以上の診断項目があるというのがこう研究結果で出てます。 ね、84%から91%がねちゃんと診断されてないし診断された診断された人は70%以上の人は4回以上病院もあったとで20以上の、ね、審査項目審査項目診断項目があるとそりゃあねなかなかあなたは CF ですよって適切に診断されないですよねだから病名がつかずにうわなんかいつもしんどい常にしんどい立つのもしんどいっていう人が 名前つけられずにこう周りからねいや何をサボってんのみたいなことをえ言われちゃうケースもあるようですね。CF の患者数ですがまあアメリカには250万人の患者数がいるとまあ断定されてるのはね250万人いますよと。でも ね、なかなか認知されてない病気なので、もしかしたらもっといるかもしれないと。これ、かあの、断定された患者ですからね。まあまあ、もっといるだろうと。あと、日本には推定患者数が30万人です。推定です。正しく診断された数はわ、まあ、かんないですけど、推定でこれだけなんで。でも、まあ単純にね、ね、アメリカの人口で日本の大体3倍じゃないですか。ね。 とということは250万人今アメリカには250万人の患者さんがいる。ということは単純計算で考えても日本でももっといるはずだろうと。しかも診断されてない人もいるんだからまあ304050は超えてくるんじゃないのかなというこれは推測ですと正確な統計じゃないのより、まあ、もっといるだろうという感じですね。どんな症状があるのと、ね、あの具体的に疲労 っって言って言もこれすごく多岐にわたるあの症状が出ちゃうんですの CF 持ってる人の94%が記憶障害なかなか物を覚えられないとか集中力が欠けちゃうあ度忘れとかねあと思考がうまくいかないっていうのはこう考えがうまくまとまらないとかなんかうまく物事が考えられないとかですねぼーっとしたようなこう頭にもやもやがかかってるようなとか72%の人が痛みの体性が低い痛みに 対してこう弱い敏感ちょっとこう触れただけでも痛いとかねあと運動後にめちゃめちゃ疲れる運動後にまあ軽い疲労ああ運動したあちょっと疲れたっていうんじゃなくてもっと疲れる軽い運動でも、うん、例えばマラソンを走った後のようなもう極度の疲れもうだるい筋肉しんどい関節しんどいっていうね65%が頭痛。 あと60の人がまっすぐ姿勢を貯めてない。これがまっすぐ立ってられないとかこう座ったら座ったでもま、えー、っすぐ座れないこう垂直にピシッとこう座れないこう背もたれがないとしんどいとか、えー、斜めになった椅子、うん、どうでしょうあの、えーとまあ、ベンチあのソファーみたいなああいうゆったりとした椅子じゃないとしんどいまっすぐ立ってられない 立ってられれなないいい座ってられないっていう患者さんあのこのスライドに書いてるあの英語で書いた年表っていうのはこれあのこの論文から引っ張ってきましたよっていうことなのであのまあ気にしない同意症状があるとあとは軽い運動した後でも疲れるしんどいめちゃめちゃ動いたような疲労を感じると。で関節痛背中が痛いとか首が痛いとか。 喉の痛みリンパが腫れてるとか不眠症寝てられないあとうつのような症状そしてこれ天気とか時間によってこの症状がねどっか痛いとか寝れないとかだるいっていうね左右されるケースがある特に朝や夜に症状が悪化する症状がひどいっていうねでもこれ特徴としては関節痛があるんですけど痛い関節だるいしんどいって言うけど関節が腫れません 普通ね、捻挫したとか、肩痛いとか言うと、関節って腫れたり、熱持つんですけど、慢性疲労症候群とかの場合は、関節が腫れないと、えー。今日この動画ではね、繊維筋痛症っていうことは言いませんが、CF、慢性疲労症候群は、繊維筋痛症っていう症状とも結構関わりがあるんですが、その繊維筋痛症を持っている人でも関節は痛いけど腫れないと。 これまた別の動画をね収録しようと思いますが今日は CF に限って言うと CF も関節あるんですが関節は腫れませんねこんなだるいしんどいわせ病院でねいや先生しんどいんですって言ったら運動しろって言われるでも運動したらもっともっともっとしんどくなるんですよね慢性 CF 持ってる人はうんだから運動しろって言われて運動したもっとしんどい っていう悪循環が起こっちゃうわけなんです。そういうなんかねなんか病院行ったりとか人になんか私しんどいのって言っていやもっと運動しなよってして運動後にどうなるか急に倒れたり倒れるっていうのも姿勢が維持できなくなっちゃったりですで。もっともっとめちゃめちゃ疲れる。あとはメンタル的に感情うわーだるいもうもうみたいななるじゃないですか。感情的に疲れてたりしたらもちろん体的にも疲れる。 ひどければ運動した激しい運動したらその症状めちゃめちゃ疲れるとかまっすぐ立ってられないとかもうメンタル的にも疲れるとかいう症状が数時間長ければ数か月続くようなことが考えられます、うん、あとインフルエンザになったような症状ですね僕もインフルエンザになったことあるんですがまああれは地獄ですね関節痛だるい喉が痛いとか,もうかん体の節々が痛いっていうようなインフルエンザみたいな症状が続きます 不眠症も、こう、CF 目持ってる人の特徴だと言われてます。えっと、ある研究結果ですよね。寝ようとしても寝れない。こう、ベッドに入るけども、目閉じるけども寝れない。あと、やっと眠りにつけたとって思っても、例えば朝の3時とか4時に起きちゃうっていう感じです。68%の人は、ベッド入ってもすぐ寝れないとか、寝ようと思っても寝れない。あと、す、あそれに、 関連して言えば、ね、47%の人が起きるのが早すぎるせっかく寝れたのにもう3時4時5時に起きちゃうで寝れない夜寝れないから日中に昼寝が必要とかねで58%の人が眠りが浅い寝ても寝たような感じがしないっていう症状ですね起立性不全起立性不全っていうのはあのまあ、っすぐ立ってられないまっすぐ座ってられないっていうさっき言ったことの、まあまあ、難しく言ったことですね 98%の人が軽い頭痛を持ってまた96%の人が吐き気を催すし83%の人がこう汗を多くかいちゃうでだんだんこうお腹がムカムカしたり目がチカチカしたり意識が急に飛んじゃう気絶とまではいかないですけどふらついたりあのあの立ちくらみのこうもうちょっと重いバージョンみたいなそれが立ってても急に来る、まあ、っていう研究結果が出てます。 立ってられないんです。頭を支えておくのもしんどい。頭を支えているのは筋肉とかでね、支えるのもしんどいぐらい、こう、ふらふらしちゃう。まっすぐ座るのもしんどい。だからもう横になって楽にしとくしかない。痛みもあります、体に。73%の人が筋肉痛を訴えると。この筋肉痛っていうのは運動後に出るんじゃなくて、ああいうのが常に出る。 関節痛。50%が頭痛。いや、さっき頭痛はもっとあるって言ったじゃないかというか、別々のね、研究結果で出るてる、ね、この研究では、まあ、50%の人が頭痛を持ってるし、リンパの痛み。リンパの痛みっていうのは、この鎖骨とか脇とかね、鼠径部にリンパいっぱい詰まってるとかあるじゃないですか。そこを抑える、軽い、軽く抑えてもこう痛いみたいな感じですね。31%が濃度の痛み。腹痛、目の痛みというか胸の痛み。 を訴えて,るっているう研究結果もあります。さあ子どもってどうなのみたいな CF と子ども。10歳以下では CF は結構まれっていうんですが、えー、僕のこのね CF のこう技術を習った先生の報告によるとその先生は一番若くて5歳の子も CF の兆候があったと。で10歳にテストすると CF だったと。 別の先生ででは10歳8歳9歳とかですね日本でいう小学校23年生ぐらいの子も CF だったとねそういう結果が出てますこれは論文じゃなくてはその経験則なんでねまあまれまあまあ大人に比べたらまれだとでもそういう子,子供まあ思春期までの子供ぐらいその CF 持っている子の15%パあっ 90%90% ですねが学校 学校の日数の15%から50%を欠席した経験があると。だから、最悪2日に一遍休むとか、週に一遍は学校休むっていう感じですね。そういう経験がある子は90%です。CF 持ってる子は。そういう子たちはこう寝てもすっきりしないとか、だるいとか、不眠症とかいう結果が出てます。若ければ若いほど性別差がないと。あのー、CF はですね、 女性の方が多い病気です。7割から8割は女性だろうと今結果が出てますが、うーん、まあ、まだまだ診断が正確にされていない病気なので、もしかしたらこう絶対数が増えていったら男性ももうちょっと多いんだよっていう結果が出るかもしれないですけど、今のところ女性の方が多く出やすい。でも、こう、18歳二十歳ぐらいになるまでは、大体男女で均等らしいです。で成人を超えると 急に女性の方が大きくななるんでですすけどそれは分からないですだけど子供はこは男女均等みたいな感じですねであんまり子供では大人のようなこうふらつくとかいう症状が出にくいと95%ぐらいの患者数は子供のね喉が痛いっていう症状が出るらしいですだしあと別の結果では81%の子供の CF 患者は頭痛が出やすいあの大人みたいにこう ね、さっき言った起立性症候群起立性がねできないみたいな感じではないです。えー、そうですね今ペラペラって言ってますけどすいませんこれあの隣に僕の隣にあの研究の結果が資料を置いてるんでちょっとそうですねその大人あの子どもの患者の場合はこう吐き気とかリンパの痛みとか、まあ、頭痛いとか。 関節のの痛みっていうのは出にくいいらしいです、まあ、出るでしょうけど大人ほどではないよっていう。あとあの子供で注意、まあ、特にあの中学校とかね高校ぐらい、まあ、大きくなるにつれて、まあ、学生っていやだるいしんどい歩きないみたいな兆候あるじゃないですか思春期特有の。果たしてそういうい 思春期特有のこの何ダリーみたいな感じなのか本当に CF で本当にダルいっていう見分けはねこう大事だと思います難しいんでしょうけどね原因って何だ CF になる原因ってみたいなこれもあくまであ、まあ、まだまだ特定はされてないんでしょうが感染症が何か原因があるんじゃないかと25%から80%の CF 患者感染症みたいなこう 症状段階を踏んでるっていう傾向があるそうですそれがバクテリアなのかもしかしたら寄生虫なのかカビなのかっていう感染症の何か関係があるんじゃないかっていうあと化学性物質とか重金属重金属の代表格っ水銀とか薬品ワクチンがワクチンが合わないとかねそういう薬学的な観点もありますしなんかホルモンのバランスの乱れとかうつになってから CF になるとかアレルギーの反応でとかあと体が酸化したりとかねやばくないですかだってただただなんか CF 慢性疲労症候群疲労でしょみたいな感じになってますけどこんだけ症状が多岐にわたると関節が痛い吐き気がする立ってられない、ね、お腹痛いなんかあす眠れない不眠症うつみたいな症状も出るこれだけ多岐にわたったらお医者さんも大変ですよだって テストする項目がめちゃめちちゃゃゃ多いじゃないじなですか。でもめちゃめちゃしんどいし症状もひどい人は本当にひどいだからただなんか日本語ではね慢性疲労症候群ってついてるけどそんなに名前ほどは軽くないんだよって重いんだよっていう症状ですですがこれはあの手技、まあ、手で改善する カイロ,プラ,パイロクラプラクティックとかオステオパシーのような手で改善する可能性があります。可能性はあります。高いです。絶対とは言えないんですが、まあ、医療に絶対はないので、そういう可能性は高いですよと。まあ、そのヨーロイギリスにですね。あのドクターペリンという。 えー、慢性疲労症候群と繊維筋痛症の、ね、研究をずっとしてる第一人者がいましてそういう人があこのドクター・ペリンがですね、えー、CF の患者さん、えー、繊維筋痛症の患者さんはこういう兆候があるよと体にこういう反応が出る体のこの部分が硬いとかうまくこう循環してないっていう、まあ、パターンをね発見したんですよまあこうイギリスにいる CF の第一人者っていう先生がいまして で、僕が最近習ってる、まあ、リンパのカリキュラムとか脳のカリキュラムのトップの先生が、ドクター・チックリっていう人がいるんですが、まあ、フランスとアメリカで両方オステオパスをやってると、フランス人なんですが、今アメリカにいる先生なんですが、そのドクター・チックリが、そのさっきのドクター・ペリンとね、まあ、進行がありまして、このドクター・チックリもそのドクター・ペリンのこう、CF とかね、繊維筋痛症のこう、 あ傾向とかね結果とかどういうことをやってるんだって興味があると。でお互いにこう話をして、えー、体のこういうとこに反応が出るこういうとこに反応が出てる人が CF なんだという人ことまあまあまあお互いに話したんでしょうね。でドクターチックリーはチックリーで CF のパターンを研究してまあドクターペリンはこう言ってたけどこういうパターンもあるよねっていう箇所をねこう発見しましてあまあ ペリンがいいのかチックリがいいのかでどっちは言えないですだって彼らどっちも結果出してるから CF に対してだからまあ違う見方がから体に対して違う見方をまあ彼らはしてペリンはペリンでこういう結果出したでチックリやチックリで結果出して今僕が履修してる授業がドクターチックリの授業なんでねまあまあ僕はそのチックリのアプローチしか知らないですけどねでその CF まあチックリやチックリで パターン研究してこういう傾向があるよっていう場所をまあパターンを発見しましたと。でチックリーが発見したパターンは CF を持ってる患者さんは体の6箇所のところに制限があるとうまくこう機能してないとかいというねそれはどこか胸郭胸郭っていうのは肋骨の動きが良くないとかね今横隔膜の動きが良くないとか仙骨が傾いてたり膵臓が硬い。 別に、膵臓が悪いとかそういうわけじゃないです。動きがあまり良くないと。あと、脳にある硬膜っていう組織も硬いし、小の脳幹。ああ、ま、後頭部の場所ですね。ん仙骨ってか、二つ書いてあるとこれ違いますね。一、二、三。あ、そうそうそう。仙骨ダブっちゃったけど、あの、胸郭仙骨、膵臓、硬膜、小の脳幹の6個ですね。間違いですね、これ。だから仙骨の最後のやつ消してくださいね。 その最後の仙骨より前の6箇所ですそしてまあドクターチックリーによるとこう1人20分長くても30分ですねあんまりそんな時間かからないですね20分ぐらいのトリートメント治療できちんとうまくいけばその3か月か6か月効果は持続するとこの CF の重,要重症度にもよりますが1回 2回多くても3回ぐらいでその3か月か6か月の効果が持続すると完治はなかなか難しいらしいんですがでもねベッド寝たきりとかこう常にだるいっていうような症状が3か月でも6か月も、ね、持続すればその人たちにとってはすごくなんでしょうすごい感動的な結果にはなると思うんで僕の先生、まあ、チックリでない別の先生がね まあまあ CF を持った患者さん、おばあちゃん、60歳、70歳の女性にまあ CF の兆候があると。CF ですよね、これは、みたいな人がいて。まあ、やりましたと。15分。その人もね、もう先生レベルなんで、10分、15分、20分ぐらいの治療で、その、まあ、だるさとか痛みの度合いがめちゃめちゃ取れたと。で、その女性患者さんには孫がいるよと。で、 その女性患者さんの何やりたいことっていうのが、えー、20分運転をして孫の保育園まで迎えに行って一緒に帰るっていうことがしたかったらしいんですよでもそれができるようになったと20分まっすぐ座って運転することができるようになったとそれはその、ね、女性患者さんにとってはもうずっとやりたいことですよ孫を迎えに行って一緒に帰るその時間ができたっていうことはもうすごく嬉しいことじゃないですか ね、それを、まあ、できたっていう可能性が、できるっていうね、主義で改善する可能性があるんですよ、と。それが、完治は無理でも3ヶ月から6ヶ月で持続する可能性があるっていうことをね、まあ今日は伝えたくてこの動画を撮りましたね。ま,あ、まとめ。CF ね、CF っていうのはまだまだ認知されてない。アメリカでも多分ヨーロッパでも日本でもまだまだね、解明されてない病気。 慢性疲労症候群っていう名前の割に重い病気ってあまり認知されていませんねメディアでもそんな出ないような病気なのでもっともっと認知される必要性はあるのかなとそしてその重い病気なかなか難治性改善はしないような病気ですが主義で改善する可能性もありますよということをまあ伝えたくて今日の動画を撮りましたで今日は 以上です。ありがとうございました。